韓国の人気グループ BTS の最年長メンバー JIN さんが今日1年半の兵役を終えました。 JIN さんは午前9時ごろ後輩の隊員らに見送られながら新兵教育隊の助教として服務した韓国北部の陸軍部隊を後にしました。 BTS のメンバーで兵役を終え除隊するのは JIN さんが初めてです。今日は入隊中の他のメンバーらも休暇を取って駆けつけました。リーダーの RM さんはサックスを吹いて出迎えました。ジンさんは先ほどファンに向けた配信で後輩たちに見送られ泣いてしまったと明かし、1年半とても楽しくいい人たちに出会えてよかったと思うと軍隊生活を振り返りました。ジンさんは明日ソウルでのファンとのハグ会に参加し活動を本格的に再開させる予定です。グループでは全員が兵役を終える来年の活動再開を目指しています。